小宮山浩二は、日本の政治家、公益財団法人、国際人材交流支援機構理事長、参議院議員、参議院経済産業委員長、民主党、民進党岐阜県連代表などを務めた。小宮山と記載される場合が多いが、誤りである。岐阜県岐阜市生まれ。1969年ゆりかご幼稚園卒園、岐阜県立岐阜商業高等学校、 福島大学経済学部卒業。自民党参議院議員、松田岩尾の秘書を経て、松田の政界引退に伴い、2010年3月1日に、松田の選挙区であった岐阜県選挙区で当時、政権与党であった民主党から立候補することを表明するが、自民党岐阜県連は、小宮山が発表の時点で、まだ自民党席を持ったままだったことを非難し、翌2日、 小宮山が提出した離党届を受理せず、松田と小宮山を共に除名処分にした。2010年7月の第22回参議院議員、通常選挙で、岐阜県選挙区に民主党から出馬し、同じ民主党の山下康夫とに議席目を争い、7882票差で、初当選した。参議院経済産業委員長、議員運営委員会理事、 環境委員会筆頭理事、予算委員会委員、国土交通委員会委員、政治倫理の確立及び、選挙制度にする、特別委員会委員、行政監視委員会委員、災害対策特別委員会委員等歴任。2016年7月の第24回参議院、議員通常選挙で、岐阜県選挙区が、改選2議席から1議席になる中、 民進党から現職で出馬したが、対立候補の自民党現職の渡辺武志野は、約53万票を獲得したのに対し約39万票に、止まり落選した。落選後、民進党候補不在だった、衆議院、岐阜3区への倉替えを、党から打診されたが事態。さらに2017年10月の、第48回衆議院議員総選挙直前に、 民進党を離党。希望の投稿人で比例東京ブロックからの総選挙出馬を目指したが断念した。2017年3月学生、留学生に奨学金を給付して学ぶ環境を支援するため、株式会社国際人材交流支援機構を設立。2018年1月、一般財団法人国際人材交流支援機構、都市。 同年12月公益財団法人の認可を取得し、公益財団法人国際人材交流支援機構の理事長となる。ありがとうございます。